ユギ、俺たちにはこいつがあれば言葉はいらねえよな。よし、やろう。城之内くん、デュエル。俺のターン。こいつでレッドアイズを融合召喚する。魔法カード発動、レッドアイズフュージョン。モンスターを融合召喚。現れろ、レッドアイズスラッシュドラゴン。魔法カード発動、レッドアイズインサイト。カードを伏せる。カードをセット。ターンエンド。お前のターンだぜ。僕のターンだ。ドロー。トラップ発動、鎖付きレッドアイズファング。こいつをレッドアイズに装備するぜ。永続魔法、黒の魔導陣。カードを伏せる。カードをセット。現れろ、ベリーマジシャンガール。ベリーマジシャンガールの効果でマジシャンガールを手札に加える。僕はこれでターンエンドだ。行くぜ、俺のターン。ドロー。魔法カード発動、レッドアイズインサイト。カードをセット。レッドアイズメタルナイト、ギアフリード。トラップ発動、マジシャンズナビゲート。鎖付きレッドアイズファングのもう一つの効果を使うぜ。この瞬間、ベリーマジシャンガールは表示形式を変え、仲間を呼ぶ。現れろ、アップルマジシャンガール。来い、ブラックマジシャン。魔導陣の効果により、君のカードを1枚除外する。そんなもん、レッドアイズスラッシュドラゴンの前では通用しねえ。リバースカードだ。トラップ発動。こいつだ、モンスターを特殊召喚。バトルだ、行け。レッドアイズスラッシュドラゴン。レッドアイズスラッシュドラゴンの効果発動。永続トラップ発動、永遠の魂。来い、ブラックマジシャン。ターンエンド。お前のターンだぜ。僕のターン。ドロー。永遠の魂の効果発動。ブラックマジシャンの力で君の魔法トラップを全て破壊する。魔法カード、ブラックマジック。よみがえれ、レッドアイズ。レッドアイズスピリッツ。墓地のマジシャンズナビゲートの効果発動。そんなもん、レッドアイズスラッシュドラゴンの前では通用しねえ。レッドアイズライトニングロード、エビルデーモン。バトルだ、行け。ブラックマジシャン、ブラックマジック。モンスター効果発動。ガハッ。くそ、ターンエンド。まだこれからだ。俺のターン。ドロー。バトル、行け。
レッドアイズスラッシュドラゴン、レッドアイズスラッシュドラゴンの効果発動。永遠の魂の効果発動。来いブラックマジシャン。俺は最後まで諦めねえ。ターンエンド。よし、僕のターン。ドロー。バトルだ。行けブラックマジシャン。ブラックマジック、モンスター効果発動。わっ、やべえ。レッドアイズスラッシュドラゴンが倒れてもまだこいつらが残ってるぜ。F だからレッドアイズトレーサードラゴンの効果発動。時を遡り、完全なるレッドアイズが蘇るぜ。レッドアイズトレーサードラゴン、現れろ。レッドアイズスラッシュドラゴン。ターンエンド。まだこれからだ。俺のターン。ドロー。ペンデュラムスケールをセッティング。魔法発動。永遠の魂が破壊された時、僕のモンスターは全て破壊されてしまう。さすがだね。僕の負けだよ。よっしゃ、絶好調。あとは進路さえ決まれば良いことねえんだけどな。